テーブルマーク旧本社、香川県館温寺市。玄関の温寺グランドホテル観音寺、ビルテーブルマーク株式会社は、東京都中央区に本社を置く、冷凍食品、冷凍水産品、その他食料品の製造と販売を行う企業である。日本タバコ産業の完全子会社。テーブルマークホールディングス株式会社の旧社名である、加藤吉は創業者の祖父、加藤吉次郎にちなむものである。 社名変更後も、加藤吉ブランドは存続し、一部商品で使用されている。創業者の加藤義一の祖父である、加藤吉次郎が発祥の地下文字市の港の近くで、営んでいた、片口和紙や小エビの加工を行う、水産加工業の個人商店が母体で、野号は、加藤吉次郎の、加藤と、吉から、加藤吉とした。その後、吉次郎が病に倒れ、 孫の義話が後を継ぎ、関西近県をエリアとしたエビを主体とする水産物問屋へと移行し、1956年に加藤吉水産株式会社を設立。1964年に株式会社加藤吉に改称。北洋漁業で採れるエビの加工した受けを経て、冷凍エビフライの開発、製造を契機に業績を伸ばす。香川県を代表する企業の一つであるが、 新潟県南魚沼市にも工場を所有している。M&A にも積極的でレオマワールドや京樽の買収を行い再建を果たした。なお京樽については2006年に保有株式をすべて加藤サービスに売却しており、現在はグループから離脱している。またホテル経営やリゾート運営にも進出していたが、JT による完全子会社加護は売却が加速している。 1974年に冷凍さぬきうどんで冷凍麺市場に参入。当時、うどんはチルド麺が主流で冷凍麺はそれと比べ加工コストがかさむことから価格面で勝てないと想定され幹部たちは参入に大反対したが創業者である加藤義和はさぬきうどんの味を再現できるのは冷凍麺だけと開発を厳明し、同年に 冷凍さぬきうどんを発売した。しかし、品質面において、さぬきうどんの特徴である腰の強さが出ていないとの理由から、加藤は直ちにリニューアルを命じた。製法や茹で方を研究し試行錯誤を重ねた末、新技術の開発や新装置を導入して腰問題を解決し、1976年にリニューアル発売。1988年には、 瀬戸大橋の開通が好影響を及ぼし、売り上げが急増した。その後も純粋なうまさを追求し、改良を重ね、さぬきうどんは麺の歯応えだしとも評価が高く、根強いファンが多い。2004年からは、金棒フーズからカップ麺事業を引き継ぎ、関東麺シリーズやホームランケンシリーズの取り扱いを開始。一時期、韓国の農心のチンラーメンを、 輸入販売していた。1956年の株式会社設立から51年にわたって増収を続ける高成長企業として有名だったが2007年4月に過去6年にわたって巨額の架空売り上げを計上していたことが発覚。さらに架空売り上げの計上が加藤基地と JT の組織ぐるみで行われたこともあり、その信用は大きく失墜することとなった。 そのためカトキチは2007年11月、資本提携先でありカトキチの保有を希望していた JT と日清食品の3社の冷凍食品事業統合で基本合意。まず JT が全株取得の TOB を行い上場廃止とした上で完全子会社化、その後速やかに全株式の49%を日清食品に譲として JT と 日清食品の冷凍食品事業を加渡基地に集約 JT と日清食品の共同持ち株体制で経営される計画であった。しかし2008年に発生した JT 子会社の JT フーズによる中国製冷凍餃子中毒事件の影響で共同持ち株化は白紙撤回され同年4月18日に JT の完全子会社となった。JT は 中国製冷凍餃子中毒事件で厳しく問われた社会的責任を緩和するため2008年7月1日付で加工食品事業及び調味料事業を加渡基地に集約。これに伴い JT フーズは飲料事業を新設の JT 飲料に移管した上で加渡基地の子会社となった。他にもサンジェルマンや富士食品工業など JT の加工食品、 調味料事業市会社が一斉にカトキチ参加に入った。また、冷凍餃子中毒事件による JT ブランドのブランドイメージ悪化を受け、冷凍食品においては JT ブランドを廃止し、カトキチブランドに統一することも明らかにした。2009年4月30日に JT が発表した中期経営計画 JT-11 の中で一体感のさらなる 情勢という観点から2009年度中の社名変更が方針として示された。その方針に沿って2010年1月1日付で株式会社カトキチからテーブルマーク株式会社へ称号変更を行った。称号変更後、カトキチブランドは冷凍麺全般にのみテーブルマークのロゴと併記する形で存続している。 それ以外の商品は完全にテーブルマークブランドに置き換えられている。また、2011年10月1日付で、陶器上本店も東京都に移された。2014年4月1日付で、持ち株会社体制に移行し、テーブルマークホールディングス株式会社へ、称号変更。事業を継承した子会社がテーブルマーク株式会社を名乗ることとなった。 2019年1月1日付でテーブルマークホールディングスが解散し、親会社が日本タバコ産業となった。前日の通り、加藤吉は M&A などによる事業多角化に積極的であった。1969年からはホテル事業に進出し、グランドホテルを観音寺市、丸亀市、高松市に、古都三角を琴平町に展開している。 こと三角の名前はこと三こと平駅跡地にあることに由来する。また、日光ホテルズ、インターナショナルフランチャイズのレオマリゾートホテルが経営破綻後、子会社のカトキチフードレックが運営を引き継ぎ、ホテルレオマの森として再出発した。外食産業では、1994年に居酒屋チェーン紫を傘下に収めているほか、2002年には大英から英国風。 パブチェーンのハブを買収。2006年には、シンワオックスを持ち分法的用会社としている。2004年には光、通信、富士との合弁で、アドバンスサポートを設立し、IT 分野に進出した。しかし前日の通り JT の完全子会社となったことから、食品事業との関連が薄いこれらの事業は、売却される可能性が取り沙汰されていた。また、 2009年6月に社長に就任した山田良一は経営資源を加工食品、調味料、水産の3事業に集中し他の事業については専門家の意見をよく聞いて検討するとし売却を念頭に置いていることを明らかにしている。なお調味料事業については2008年7月1日付で JT の同事業市会社である富士食品工業が加藤吉参加に入ったが JT 本体と JT フーズの同事業は一度、加藤基地本体に移管されていた。そこで、翌2009年4月1日、改めて加藤基地本体の調味料事業を、富士食品工業に承継、統合を完了した。調味料事業の統合完了で、事業再編に一定のメトがついたため、2009年6月の山田社長就任後から非中核事業の売却が、 本格的に指導した。提供番組現在ローカル CM は、系列会社が親会社である瀬戸内海放送で再放送番組などで流れている。出演タレントゲ元順不動2009年後半以降、ツイッターを駆使した広報活動で注目を集めている。当時の広報部長であった末広英二は限られた広告予算の中で消費者とのコミュニケーションを、 再開させたいと考え、2009年10月7日から独断で始めたもので、後に公式アカウントとなった。第60回 NHK 紅白歌合戦の粉雪に合わせて、カ吉キチ E 紅白と呟いたり、恐れ入り小出しや、ありカト吉などの親父ギャグを交えたりと、企業アカウントらしからぬ人間味と親しみやすさを売りに、2010年9月末時点で3万人近くの フォロワーを集めた人気アカウントであった。2011年3月31日に5万ツイートを持ってこのアカウントは更新が停止された。2011年4月以降は新たな公式アカウントとなった。2007年公開の映画大日本人の中で主人公の大作フ時代が獣と戦う中でタイアップとして胸にカト吉の広告をつけた形で戦うシーンがあった。 2013年2月17日の TBS テレビ、がっちりマンデー。にて、同社の特集が組まれ、日野社長もスタジオ出演した。2007年3月25日、読売新聞が、加藤吉とグループ会社の間で循環取引があったのではないかと報道した。これを受けて加藤吉は、調査委員会を設置。 その調査報告書によると一連の取引による連結売上高の水増しが2007年3月期までの6年間で総額984億円に上ることが明らかとなった。取引には岡谷高機、茶谷産業等が関与したことが明らかとなっている。茶谷産業の売掛け債権を購入した水保銀行からは38億円の代金回収訴訟が提起された。 4月24日、経営責任を明確にするため、加藤義和会長兼社長と実定の加藤、のりき副社長が取締役を辞任要求され辞任し、それぞれ相談役、顧問に就いた。また、循環取引に多く関わったとして、高須実常務も辞任した。公認の社長には、資本提携先の日本タバコ産業出身であり、当時の副社長であった、 金森哲次が就任した。金森は就任の際の記者会見で、冷凍食品以外の事業売却をほのめかしていたが、実際に金森が在任中に行った案件は、JT グループの食品事業集約など足場がためが、中心で事業売却の本格化は2009年に山田良一が社長に就任してからである。一連の事件の余波によって手形の不当たりが発生し、 冷凍食品、レトルトスープカレー製造の NK フーズの経営が行き詰まった。5月30日、監査法人の承認が得られなかったことを理由に2007年3月期決算の発表を延期した。これに伴って大阪証券取引所はカトキチ株式を管理ポストに移管した。6月26日、ようやく監査法人の承認を得て2007年3月期決算を 発表した。これに伴い6月28日、大阪証券取引所の管理ポストからも外された。最終的に、過去6年間における不適切な取引による売上高の水増しは1061億円、回収懸念再見額143億円、在庫評価損30億円となった。これに基づいて2007年3月期決算に、 貸し倒れ引き当て金繰入額148億円、棚卸し資産評価損30億円が計上された。その結果、単年度で見せかけ99億円の当期準損失となった。テーブルマークホールディングスに関するカテゴリー。ありがとうございます。